福原忍は、広島県三好市出身の元プロ野球選手、コーチ。現役時代から一貫して阪神タイガースに所属。現役最終年の2016年に、投手キャプテンを務めた。2017年から二軍育成コーチを務め、2019年から一軍コーチを務める。二岡智博とは小学校から、高陵高校まで同窓で、小学校では4度クラスメートになった。 野球を始めたのも、二岡と兄の影響である。高校3年時は、二岡との2枚看板で、夏の広島大会では、優勝候補筆等に挙げられていたが、荒井隆弘を擁する県立広島工業高校に、敗れた。東都大学野球連盟所属の東洋大学に、進学。プロでも、チームメイトとなる、今岡誠は2年先輩、前田中節は1年後輩。 一部リーグ通算14試合に、当番、1勝4敗防御率4.87で、4年時は春から二部リーグながら、秋に6連勝をして、MVP で一部復帰の原動力となり、1998年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから3位指名を受け入団。入団当初から時速 150km 台の、 速球が注目されており、1999年は、野村克也監督に抜擢され、4月4日の読売ジャイアンツ戦に5番手で登板し、プロ初勝利を挙げて、同年の新人投手の白星第1号となり、新人投手で4月中に初勝利と初セーブを挙げるという球団史上初の快挙を成し遂げ、中津に抑えとフル回転し10勝7敗9セーブを記録した。野村監督に、 要3位で困難んん取れたなと言わしめるほど、花々しい結果を挙げた、ルーキーイヤーであったものの、セリーグ新人王投票では、新人で10勝を挙げながら、福原の投票は、投票例に終わる196票投票2位、岩瀬ひとの4票投票3位、福留康介1票。2000年、2001年は共に先発投手として、スタートし、 2000年4月18日の対巨人4回戦では、相手打線を4安打に抑えて、プロ初カンプを達成したが、援護に恵まれず、後半はリリーフに回るようになる。また、徐々に右肩に違和感が生じて2002年オフに手術。2003年はリハビリ中に2軍投資コーチの山口、高志から軸足となる、右の膝を折らずに体重を前方にかけるフォームの指導を受け、 それを受け入れた。同年8月31日の対、ヤクルトスワローズ戦で先発として復帰戦に臨み、勝利投手となる。チームは1985年以来のリーグ制覇を果たし日本シリーズでは、第6戦に先発のイラブ・ヒデキが2回で、ノックアウトされた後の2番手で登板し4回に、3を1失点と試合を作った。2004年は先発ローテーションに定着し、 4月には5勝、例敗防御率2.43で月間 MVP を受賞した。監督推薦で同年のオールスターに出場、第2戦で先発登板して3回を、新庄剛志の本当の1失点に抑え新人賞を受賞したが、打線の援護がなく、敗戦投手となった。後半戦は調子を落とし、高騰した時は援護のない試合が続き勝ち星は伸びず、 防御率はリーグ7位だったが10勝15敗と負け越しリーグ最多敗戦投手となった。同年は巨人戦に滅亡強く、5月13日には7回まで投げて巨人が開幕から続けていた連続試合本塁打を止めるなど8試合に登板して6勝、無敗防御率1.73の対戦成績を残した。2005年は開幕2戦目に登板し、 シーズン初勝利を挙げたが前年以上に援護に恵まれないどころか守備でも足を引っ張られ6連敗を記録。オリックス戦で2試合とも完封を収め、リーグ最多タイの2完封だったが、この年も高騰しながらも負けが先行し8勝14敗に終わり、1995年1996年に記録した、矢部圭一、湯船敏郎以来の2年連続リーグ、最多敗戦投手となった。 チームは2年ぶりのリーグ制覇を果たした。しかし日本シリーズではチームが4戦で4連敗だった。試しリーズ4戦目にリリーフ当番で終わってしまった。2006年は腰痛で出遅れたもののスローカーブを主とした緩急を使った投球で抜群の安定感を見せ勝ち星に恵まれるようになる。ペナントレース終盤では伊川慶を押しのけローテーションの中心を担った。 9月10日の横浜ベイスターズ戦で自己審となる11勝目を挙げ、最終的に12勝5敗、リーグ2位となる防御率2.09の好成績を残した。オフにはチームメイトの安藤裕也と共に映画、青空のルーレットに出演。2007年、2勝8敗、防御率6.53の成績に終わった。2008年は故障もなく順調に調整することができ、 開幕3戦目となる3月30日の横浜戦でシーズン初登板を完封勝利で飾るースタートを切ったが4月24日の中日ドラゴンズ戦でバントを試みた際にボールが右人差し指に直撃して負傷退場。右肢末節骨骨折と診断され離脱した。2009年は完投する試合こそあったもののシーズン通して ゼフ,フ町で3勝10敗と大きく負け越した。2010年は先発ローテーションから外れ、7月までほとんど2軍で過ごした。8月以降は主に敗戦処理で登板するも、防御率5.18と結果は残せず、プロ入り後初の未勝利に終わる。2011年のシーズン当初は、主にビハインドの場面から救援で登板。シーズン途中からは、自身の好調に加えて、 小林博士、久保田智之両、セットアッパーの不調などから勝ちパターンでの起用が増えた。9月7日の対広島東洋ガープ戦では、一軍公式戦で、自身2年振りの勝利を記録。一軍公式戦全体では、自己最多のシーズン55試合登板を果たすとともに、防御率2.59、11ホールドを記録した。 2012年も中継ぎとして安定したピッチングを見せ、5月4日の巨人戦ではストレートの球速が時速153キロメートルを記録した。6月14日の西武戦では1点リードの9回裏に4番手として当番。三者凡退に抑えて11年ぶりの西武をマーク。最終的に自己シーズン最多となる60試合に当番、防御率1.76。 18ホールドと昨年よりも安定した成績を残し、メジャーリーグ複数球団が獲得に乗り出す動きも報じられた。2013年も中継ぎとして開幕当初から安定したピッチングを続け、途中腰痛による登録抹消はあったものの、開幕当初の守護神だった久保安友が不調で二軍落ちするなどの背景もあり、クローザーとして定着。 8月24日の中日戦で自身初の10セーブ目を挙げた。2014年は新外国人の5のボルカンが守護神として起用されたため、セットアッパーに復帰。5月4日のタイヤクルト戦で通算戦奪三振を達成した。右内転筋の張りによる離脱以外は1軍で投げ続け、終盤こそ疲労からやや安定感をかきくれのリリーフを受ける場面もあったが、 シーズン2さんで42ホールドポイントを記録した頃からセントラルリーグの最優秀中継ぎ投手に選ばれた。福原にとっての初めてのタイトルながら阪神球団の歴代最年長記録にあたる38歳での獲得であった。2015年には一軍での中継ぎ投手不足を背景に前年に続いてセットアッパーとして奮闘。結局、 39ホールドポイントで2年連続の最優秀中継ぎ投手に選ばれたため、タイトル獲得の球団史上最年長記録を更新した。2016年には一軍監督として復帰した元チームメイトの金本智明から投手キャプテンに任命された。公式戦の開幕から一軍のセットアッパーを任されたが、救援の失敗が相次いだことから、 4月20日に出場選手登録を抹消。自身の不調による二軍調整を前提に置いた抹消は2010年5月27日以来6年ぶりであった。現役引退2016年の登録抹消後は調子や球威が戻らず、ウエスタンリーグ公式戦での調整登板でも不安定な投球が続いた。これに対して、 阪神球団では同年8月27日に開いた編成会議で福原を翌2017年の戦力構想から外す方針を確認した。福原自身も一軍への復帰に至らないまま2016年9月23日にこのシーズン限りでの現役引退を表明。同日開催の引退記者会見では引退を決意した理由に 今までなら1軍の打者から空振りやファウルを取れたはずの球が2軍の打者にも捉えられるようになったことを挙げた上で広陵高,高校の先輩でもある金本監督を何とか胴上げしたいと思っていたがチームや監督の力になれなくて申し訳ない多くの阪神ファンの前で投げられる甲子園球場の少し高いマウンドは最高いろいろな方に支えられて18年間現役を 続けられたことに感謝していると語った。阪神球団では、レギュラーシーズンの最終戦であった2016年10月1日の対巨人戦を福原の引退試合として開催した。この試合で約5ヶ月ぶりに一軍へ復帰した福原は、打者一人という条件で、8回表に2番手投手として、9円投板。 マウンドで待ち受けていた金本から直々にボールを受け取ると、立、岡総一郎に対して、時速140キロメートル台前半の直球だけで勝負した後に3球目で左皮に打ち取って涙ながらに現役生活を終えた。試合後に開かれた引退セレモニーでは、球団関係者、チームメイトファンに加えて、甲子園球場のグラウンド整備を担う。 阪神演芸のグラウンドキーパーに対しても感謝の意を表明。僕がプロの第一球を投げたのは東京ドームの巨人戦でした。そして今日この甲子園の伝統の一戦で最後の一球を投げることができて本当に幸せです。この一戦がいつまでも伝統の一戦と呼ばれるように両球団のファンの皆様にはこれからも たくさんの応援をよろしくお願いしますという言葉で挨拶を締めくくると阪神ナインから8回にわたって胴上げされた。10月26日付で NPB から任意引退選手として講じ。2017年シーズンから阪神に新設されるファーム育成コーチへ就任。新人、若手投手の指導を担当する。2019年シーズンから一軍コーチに昇格。 ストレートの平均急速時速 144.9km、時速 150km 超のまっすぐトラク差の大きいカーブは強力と言われた。ありがとうございます。